アルエットはフランス西部で行われている4人用トリックテイキングゲームである。プレーントリックゲームに属するが印象的なデザインを持った専用のカードを使うところとスートに意味がなく独特の特殊カードの体型を持っているところに特徴がある。アリエットという名前の意味は明らかでない。別名をメウシというがこちらはカードの1枚にメウシの絵が描いてあることによる。 このゲームの歴史もよくわからない。ラブレのガルガンチュアとパンタグリュエルでゲームのリストの中にピケと並んでデュエットやメウシという名前のゲームが出てくるが、これがアリュエットと関係があるか、それとも無関係なゲームなのかよくわからない。最古のアリュエットのカードは18世紀のものである。定位の数札が強く、スートが意味を持たないなど、 アリュエットとの共通点が見られるゲームにトルコがある。同じ起源を持つかもしれない。2や3などの数札が強いゲームとしては他にイタリアのトレセッテがある。アリュエットはゲームとしてそれほど盛んに行われているわけではない。現在、アリュエットが競技されている地域はフランス西部沿岸に近い一部の地域のみである。アリュエットではラテンタイプのトランプと 同系統だが、独自のデザインがなされた48枚のカードを使用する。数とは、貨幣、カップ、剣、棍棒の4つがあり、A と2から9までの数冊、および使用人、女騎士、王の3種類の f だからなる。f だだけではなく、数冊の多くにも人間や動物などが描かれている。通常のトランプでもゲームできないことはないが、 どれが強いカードかが分かりにくくなるし、口述のサインとカードの対応も分かりにくくなる。アリュエットには特別に強いカードが8枚あり、それぞれのカードに描かれている図柄によってあだ名がついている。強い型から並べると以下の通り。このうち最も強い4枚をリュエット、残りの4枚をオドゥブルと呼ぶ。それ以外のカードは以下の順序に強い。 ARCV87654。ただし9と3は、剣と梱包のみ。特別な機能があるわけではないが、貨幣の語には、男女がキスしたり抱き合ったりしている絵が描かれ、固いキスというあだ名がある。4人によって競技し、向かい合った2人ずつでチームを組む。ディーラーは、各競技者に9枚の手札を配る。ディーラーは、プレイごとに時計回りに交代する。 4人の競技者全員が同意した場合は、ディーラーは残り12枚のカードを自分の左隣とその左隣に6枚ずつ配る。この2人は、主札が15枚になるので、そこから不要な6枚を裏返しにして捨てて9枚に戻す。4人のうち誰か1人でも反対した場合は、この行為は行われない。最初のトリックは、ディーラーの左隣がリードする。 それから時計回りに一人ずつカードを出していくが、マストフォロールールは存在せず、リードとは無関係に何を出しても構わない。一般的なトリックテイキングゲームとは異なり、アリュエットはスートとは無関係にランクによってのみ勝負が決まる。このため一つのトリックで同じ強さのカードが複数出ることがあるが、その場合トリックは引き分け無勝負となる。トリックの勝者が 次回のトリックをリードする。引き分けの場合は、前のトリックをリードした者が引き続き次回のトリックをリードする。以上を手札が尽きるまで繰り返す。一番多くのトリックを取った競技者の属するチームが勝利し、1点を得る。複数の競技者が同じ数のトリックを取っている場合は、最初にそのトリック数に達した者の,の勝ちとする。特殊ルールとして、 それまでトリックに勝っていなかった競技者が、最後の数トリックに連続して勝ち、かつ他の競技者より多くのトリックに勝つと、その競技者の属するチームが2点を得るというものがある。これを、モルディエンヌと呼ぶ。片方のチームが途中で降伏することができる。相手チームが降伏に同意した場合、その回のプレイは打ち切られ、相手チームが1点を得る。相手チームが降伏を拒否した場合は、 モルディエンルを達成すると宣言したものとみなされ、モルディエンルに成功すれば、相手チームが2点を得るが、失敗したら、降伏を申し出た側が2点を得る。5回プレイして、得点の多いチームが、最終的な勝者となる。ブリスコラなどのラテン系のゲームと同様に、自分の持っている重要なカードについて、なるべく相手に見られないようにパートナーにサインを送り合うことが推奨される。地域差があるが、 以下のようなサインが用いられる。その他、非常に悪い手札の時は肩を上げる。モルゲンヌに挑戦したい時は唇を噛む。プレイ中にパートナーに何を出すべきか口で指示しても構わない。ありがとうございます。